合格をかけたこの一問、本日は行政手続法総則ということで進めていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで行政手続法ですね、まあ、毎年例年ですね、3問から4問出題される大事なテーマですので、しっかりと見ていきたいと思います。それではこの一問見ていきましょう。こちらですね、平成23年問題13解題足4ということで見ていきます。行政手続法の定める用語の定義について、次の記述のうち正しいものはどれかということで、こちら行政指導ですね、行政機関がその任務所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定または不特定のものに一定の作為または不作為を求める指導勧告助言その他の行為であって処分に該当しないものということですね。さあ、この定義が行政指導の定義として合っているかどうかですね、少し考えてみましょう。お時間差し上げます。どうぞ。はい、いかがでしょうか。ということで、まずはですね、行政手続法の全体像をちょっと見ていきたいわけなんですけれども、まあ、行政手続法と言われますと、今やっている総則の部分、そして処分、行政指導、届け出、意見公募というふうになっていくわけなんですけど、まあ、この下の方については別の機会にお話しさせていただきたく思い、今日はですね、こちらの総則ですね、総則、について、考えていきましょう。総則の中身なんですけれども、まあ、皆さんが記憶するものとしてはこちらの目的ですね、目的、そして定義、そして適用除外と、この3種類に分かれるかなというところで、目的が去年ですね、平成29年の本試験で聞かれておりますので、まあ、今年は目的についてはなというところはあるんですけれども、まあ、大事な条文ですのでしっかりと記憶はするようにしてください。となるとこちらの定義と、適用除外ということになるわけですね。でどちらもですね、記憶をするというのは大事なんですけれども、まあそうですね、数も多いですので、まあ、記憶をするにしてもというところをちょっと考えていくと、この定義に関しては割と時間をかけてゆっくり染み込ませていく記憶の方がよく、まあそうですね、日にちをかけていっぱい何回も繰り返していくっていう記憶がよくて、適用除外に関してはどちらかというと短期的な記憶で構わないかなというところですかね。まあ、試験の直前1週間ぐらいでガーッと詰め込むような記憶をしてしまってもいいかなというふうに思います。なんでかっていうと、こっちの定義に関しては汎用性がすごく高いんですね。汎用性が高い、いろんなところで使える知識になっているので、定義に関しては、まあ、割と早めにですね、記憶をしていくのがよく、こちらの適用除外に関しては汎用性がそんなに低い、高くはないというところですので、まあ、試験直前にですねガッと詰め込んでしまうっていうのがいいんじゃないかなというところでございます。で記憶をするというお話をしているんですけれども、まあ、条文って一個一個長いじゃないですか。なので記憶をするときに全文一気に覚えようとするとやはり嫌になってしまうと、頭の方が拒絶をしてしまうということになるので、記憶をする際はこういった形ですね、ポイントを抜き出してみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。例えばですね、申請についてというところなんですけれども、申請についてはですね、こちら利益を付与するですね、こちらですね、利益を付与するっていうのと、行政機関が諾費の応答をする、この辺がまあまあポイントにはなってくるかなというお話であるとか、まあ、不利益処分って言われたら、まあ、特定のものを名当て人として義務を課しですね、ここ義務を課しとか権利を制限するなんていうのがポイントになるかなというのと、まあ、この不利益処分については適用除外、つまり例えば申請を拒否する処分、つまり申請拒否処分というのは不利益処分には当たりませんよというようなことですね、こういったところポイントで覚えておくとよろしいかなというところと、まあ、今回問題になっている行政指導はじゃあどこがポイントなのかというところを一緒に見ていきたいんですけれども、こちらですね、まずは任務または所掌事務の範囲でやるということですよね。任務とか所掌事務の範囲でやるっていうことであるとか、特定のものに対してやるということ、そして、一定の作為または不作為ですね、こういったものを求めるものですね。で何を求めるのか、指導勧告助言で
処分に該当しないなんていうところ、この辺がポイントになってくるのではないかなというところですので、まあまあ自分で条文を見るとき、ポイントを抜き出すときですね、こういうところを、ポイントにしていただくとよろしいかなと思います。で、問題を見てみるとどうかというと、こちらですね、特定、失礼しました、特定または不特定ですねと言ってしまっていますので、今回については不特定のものは入らないということになるので、バツ足ということになります。で、この問題実はですね、平成27年にも同じことが聞かれておりますので、復習の際にですね、そちらの方も一緒に見ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで本日はですね、行政手続法総則ということで定義を見ていきました。これを機に記憶の仕方ですね、ちょっと考えてみていただけるとよろしいかなと思います。では本日は以上にしましょう。お疲れ様です。